はい、おはようございます。えー、っと、だいぶね、あの、元気になりました。夕方、あの、お産になってる、あの、新旧、針の先生にね、見ていただいて、えー、あの、腰、だいぶ楽になりました。さすがなと思いながら。えー、そうするとやっぱ気分的に明るくなるしね、えー、っと、なんかこう、気力も湧いてきて、えー、なんですけども、それで昨日もご紹介したね、 えー、こんなのを考えて,てましてね面白い発想だなと思ってもともとは何なんでしょうかねこのフェリーファブ哲学って女性の方が解説されてて独自の視点なように思えるんですけども背後にあるのは何なんでしょうねフロイトとか何かあんのかなあるいは、えー、心理学の何か。 えー、ベースになるものなのか分からないですけど面白い視点だなと思って、えー、ずっとシリーズ聞いています。うん、要するにその、えー、私なりの,その解釈と自分が自分であるという自我というものをですねこれが自我というのが私であると思っていたのですけども案外そうじゃないかもねって本来の私って、うん、それと違うかもよと考えるという発想かなと。 で実際人間というのはそういうふうになってるのかもしれないなと思ってるんですけれどもえっ、ー、とこう何か人間というのはこう外界の刺激を受けるとそれが映像だとか音声とかで頭の中にえ構成されてでそれに対してえ何かしら意味を与えるわけですけどその意味を与えてるっていうのが、ええ、自我、ええ、この、えっと、著者の方エゴ。 エゴと言っていそのエゴというのはどういうふうに形成されたのかというともともと生まれつき備わったものではなくってその後両親だとか周りの大人とか学校の人だとか先生とかに過去あるべきと人,人間というのはこうあるべきみたいなものを散々聞かされてくる育ってくるわけなんですけれどもそれによって形成されたものというのが 自我でであるととといううこだ思んですね、えー、そうするとあのこれは良い行いであるこれは悪い行いであるとかこれはその例えば親の父親の人生観からするとこれはいいとか悪いとかみたいなのがこう自我として形成されていてで常にその自我からあのジャッジされていると。 えー、それがその人間の苦しみの根源ではないのかと私は理解したのですけれどもあそうかそうかもねとううふうに落ちる感じがします。というのはね <laughs> 唐突ですけどもあの、えー、と不完全性定理ゲーデルのあれを思い出したんですよ。 ええと、自己言及をする数学は数学自身に言及したときその心理ではあるけれども、証明できないものが存在するわけですよね。えー、まあ、数学の中にはそのごく病的な部分だけかもしれないんだけれども、この自己言及をするっていうのに非常になんかこう。あの深遠な部分があると。 で人間という生き物は唯一人間というような自己言及ができるわけですよね。私は何なんだろうってこう問い詰めて探求することもできてしまうんですけどもそれで自分のことを分かった気になっているのですけども実は何も分かってないんじゃないのかとこの,この著者の,あの方の話聞いてて「あそうかもね」 自分が自分であると思い込んでるものというのは幻想なんじゃないでしょうかね。な,ならそのえっ、ー、とそれは他者との比較で,あでここは他者と違うんだから自分というのはこういうものである、えー。というふうにして認識したのが自分であるのだとしたら果たしてそれは自分なのだろうか <laughs> ですがね。えー でそ,それ自身に証明を当たることはできない自分自身に研究してるわけですから。 えー、あんまりそういうことをその自分とは何であるかってことを当然さも自分は知ってるかのように誤解をしているけれども全然自分っていうの分かってないんじゃないかとでその、えー、自分自身つまりあの自がエゴに,にダメ出しされるんだけど余計なお世話で黙っていこうと <laughs> こういうふうに私は解釈したんだそう考えると人生楽ですわね。 な,なんかこう社会規範とか常識とかそういうものに常にダメ出しをされるんだけれどもえっ、ー、と黙っててくれよと <laughs> 別にあの悪いことねあの悪いことっていうのはの刑法にあふれるようなことだとか犯罪とかってのはそれはダメなのはダメなんだけれどもそうじゃないところで人生関わるべしとかこう生きるべしみたいなのが。 あおそらく幼少期に形成されたものがあ,のあってそれがエゴになっていてでそれが怠るごとにダメ出してくるわけですよね「お前その生き方でいいのか」とか、えー、常に常にダメ出しされるんだけど、えー、っとそれって意味あんの意味ないって考えたら気,気が楽だよねって「あそうだよね本当気が楽だよねって」と思いました。あの そのなんかなに人間が生来的に生まれて持ってくるものっていうのはこの肉体的な体とそれから遺伝子ですよね遺伝子情報の中に書き込えられてるものっていうのが一番そのえっ、ー、と喜びの根源になるものが込められてんじゃないかと思うんでそれは人それぞれでして。えー そいつを生かす時に人間っていうのはほんの迅速ほんと真則こういうろくびを感じるんじゃないかと思うんですね。ちょうどコンピューターに私の大好きなコンピューターに例えるとですね例えば GPIO を備えたラズパイっていうコンピューターがありますけれども事件学習のねでせっかく GPIO を持ってるにもかかわらずですねそこに WindowsOS を乗っけられてしまったらいきないわけですよね。 windows OS っていうのはそういったその低レベルの IO なんかを勝手にいじるってことをできないっていう発想で作られてますんであの生まれ持ったハードウェアを生かせないということになろうかと思うんですよ。で その人間っていうのは本当心底魂から喜びを感じる時というのは、その人間が生まれ持った。いろんなパーソナルナイトを持って生まれていきます。ハードウェアも全然違うんだよね。男であるか女であるか、同じ男であるかってあっても、いろんなそのハードウェアを持って肉体を持って生まれてきます。えー、そのハードウェアを活かすような生き方をするのが一番。 あの生物としての人間は喜びを感じられるんじゃないかななんていうふうに、えー、思うんですね。えー、っと話が、まあ、ちょっとあの変わるんですけども本当素直にそう思えるのはですね父親が死んだ死ぬ前と死んだ後でね変え方がコロッと変わったんですよ私。 えっと50歳ぐらいの時に父親が死んで、えー、かれこれ10年ぐらいになるんですけれどもそれまでのね私っていうのはね自分自分とは自分のそれは意思だと思って生きてきたんですけれどもね振り返りますとねそれって父親の影響が非常に大きくってあの去あるべしみたいなのを散々散々小さい時からもう まあ言葉はいと押し付けられたというかあ思い込まされたというかそれが正しいそ,そうだそれは当然だと思って、えー、過ごしてきただから人生の大半をそ,のそれの規範として生きてきたんですけれども父親が亡くなってみたらねまあいろんなあの出てきましたわその、えー、と仕事上の問題とかね あれ言ってることとやってること違うじ <laughs> ゃん。でそれでそれらみんなあのもう大事件とかいろいろありましてちょっとこの辺はあの主義に関わるのでお話しすることはできないんですけどもその大事件を解決するために本当奔走していろいろやってる中であれ言ってることとやってることとそれからあ父親に関わる現実 違うじゃんってことに気がついて何だと思ったんですね。で改めてじゃあ、えー、とそういった影響力が排除されたところで自分で考え直してみたら違う違う自分が本当はしっくりくるのはこういう考え方だしこういう生き方だよっていうのにようやくそこで気がついたんですよ。えー、それであのコンピューータ言語処理系この 10年ぐらいやってて特にこの7年ぐらいね、この話してますけれどもいいぜアスリースプーンポットして作ったんですけれども、えー、そ,それがね多分私があの、生来的に遺伝子レベルで見込まれた喜びなんですよ、えー、そういうのを探求追求しているときというのは非常にあの元気だし嬉しいし達成感もあるし いやそれで、ね、お金になるかっていつねお金になるんだけどこの間500円寄付もらってありがとうとかって思ったけれどかそんなもんですよ、ね、たまに電子雑誌が売れて何百円か印税は入るけどそんなもんですよでも嬉しいんですよそれなんで嬉しいかって言うと自分でもよくわかんないんだけど遺伝子レベルでそういったのがあの書き込まれてるんですよだから嬉しい。 ちょうどそのラズパイっていうコンピューターがねまあ,あのもともとハードウェアとして GPI をなんかをつけるような愛を持ってるんだけれども、えー、とそういったものを生かすか生かさないかっていうのは、えー、と現代のコンピューターと OS がないと何にも手も足も出ませんからどういう OS が乗るかによって。えー その生きるかかどうかなんですねもともとそのために設計したラズビアン OS だったらば GPI を生かせるんですけども、えー、そこに Windows が抜けてしまうとその本来持ってるそのかせないんですよね人間とも同じじゃないのかななんて思っててね、えー、すいません話があちこち言ってるんですけどだからあの自分とは何なのかって意外と難しいですよね。 自分が自分であると思い込んだものっていうのは単なる幻想かもしれないし、えー、本来の自分ってものを発見しなきゃいけなくてた多分私が思うにはもともと生まれた時にき 備わった遺伝子レベルのことが、その人の最も魂が喜ぶこと、遺伝子レベルで喜ぶことっていうのが。その人の、あの、喜びにつながることではないのかなというふうに思います。そう、そうやって考えてみると、世の中ってのは、ほ,ほぼ幻想世界ですよね。いろんなことができあが、あの、あって、それでこういう現代社会というのは、いろんな規範、その、こう、あるべき地という規範の元に成り立っているわけですけれども。 で、うん、まあそれはそのこう、えー、人間として社会生活営,営み上はそれは尊重しなきゃいけないのですけれどもそこ縛られることはないとあの尊重はするけれどもそれに自分が責め立てられることはなくてもっと自由に生きてもいいよねと、うん、その社会常識親からと与えた社会常識とか先生から与えた社会常識が照らせばこうかもしれないけれどもそれは あのそれとして自分が本当遺伝子レベルで自分というものがあの、えー、と間違いなく感じられる喜びがあるならそれを最優先にすべきなんじゃないのかなそうしてる限りは元気ですよねこれは気が傷つかないし、えー、っとやっぱり自分が自分らしく生きてる時っていうのが一番いいですよ。 そうって、えっと、だから「リッチ・ブラック・マーリッチ師匠」なんてまさにそういう生き方してんだよねあの人はね。だからはたからはまあ,あのいろいろと言われるけれどもあの方はもう特に若い頃はそれに同時ず自分の思った通りにやるものかあるかみたいな感じで、えー、やってきてるってあいいあいう生き方がいいなと思うなあの。若い頃からリッチの音楽好きなんですけども。 なんかいじたところがあるのかもしれませんですねすいませんあ話があちこち言ってなくなっちゃいましたそれでは